岸優太の驚愕の真実。ストイックな努力の裏側に迫る。ガン優タの体調不良。知られざる健康問題とその対策とは。岸優太の物語は、多くのファンにとって特別な存在であり、彼の体調不良についての心配も一層強まっています。彼のストイックな性格と努力家の一面は、金プリ時代から多くの人々に知られていますが、 その頑張りすぎが時に彼の健康に影響を与えてしまうことがあります。特にリーダーとしての責任感から、自分からメンバーに相談することが難しいと感じていることも少なくありません。岸くんが一番年上でありながら、時には安く君に甘えることができたのは、彼にとって大きな癒しとなっていたのではないかと思います。金プリ時代、ガンくんが元気がない時やしんどそうな時には、 やすくんが察してご飯に誘ったり、話を聞いたりしていました。その優しさと支えは、岸くんにとって非常に大きなものであったでしょう。また、将くんもストイックですが、彼は何でも器用にこなせるため、岸くんはその何倍も努力して練習していました。将くんのレベルに合わせていくことは、岸君や仁くんにとって非常に大変なことであったに違いありません。 ライブの準備や新しい環境への適応に忙殺され、少し痩せて体調が悪くないかと心配するファンも多い中、最近の岸くんの笑顔には少しずつペースをつかんできた安堵感が見え隠れします。SNS は繊細な岸くんにはあまり向いていないかもしれませんが、無理せず自分のペースで続けることが大切です。X からインスタに移行することも一つの手段かもしれませんし、頻繁に投稿しなくても、 ファンは岸くんのありのままを受け入れる準備ができています。心の強い岸くんですが、いくら好きな仕事とはいえ、休みなく動き続けることは疲れが溜まってしまうのは当然です。しかし、戸部に移籍してからは、以前とは違って健康管理が行き届いていると信じたいです。最近のウィズミュージックを見る限り、岸くんの健康状態に大きな不安はなさそうですが、 それでも真面目でストイックな彼には適度な息抜きをしてほしいです。もしかすると、彼がおとなしく見えるのは、これからはより自然体で活動していきたいという意志の表れかもしれません。キンプリの時は笑いやオチの役割も果たしていましたが、ナンバーアンダーラインアイになってからは無理をせず、自然体でいることが許される環境なのかもしれません。アイドルからアーティストへとシフトする中で、 岸君は作品に全力を注いでいるように見えます。テレビ出演も楽しみですが、今は楽曲制作やライブに集中してほしいというファンの声も多く、歌やダンスに力を入れて納得いくまで取り組んでほしいと思います。母性本能から来る勝手な願いかもしれませんが、それでも岸君のためにそう願っています。誹謗中傷に対する対策も重要ですが、 事務所からの正式な声明や注意喚起を求める声も多いです。BBC のインタビューを見て、今後さらにひどくなるのではないかと心配するファンも少なくありません。岸くんは優しく、繊細で真面目な性格なので、X のアンチコメントを見ないでほしいという願いもあります。戸部に移籍してからは、3人とも自然体で活動できていると感じており、 そのため元気がないというよりも無理せず自然体の岸くんを見られているように思います。ナンバーアンダーラインアイになってからの岸くんの魅力はさらに増しており、今や目が離せない存在となっています。勢いがある今は、その勢いのまま世界へと飛び出してほしいという願いもあります。しかし、無理をせず、適度に休息を取りながら進んでいってほしいです。腹八分目にしているという彼の言葉からも、 うままく自己管理している様子が伺えます X の状況は思った以上にひどく他メンバーのファンからの脅しのような投稿も見受けられ岸くんの気持ちを傷つけてしまうことが心配されていますガンくんのパートが少なくなっていることに対する不満もありますが今は彼がやりたいことを目指して進んでいく時期ですファンは岸くんのペースでの活動を温かく見守り続け 彼の健康と幸せを第一に考えてて応援していますこの物語は、岸くんのこれまでの努力と彼の未来への希望に満ちています。彼がどれだけの努力を重ねてきたか、そしてどれだけの支えを受けてきたかを知ることで、私たちは彼のことをもっと深く理解し、応援することができます。彼の笑顔が絶えないように、そして彼の夢が実現するように、これからも彼のことを見守り続けましょう。 ガン君、あなたの未来はまだまだ輝いています。どうか、自分のペースで、無理せずに進んでいってください。あなたのファンはいつでも、どこでも、あなたを応援しています。そして、岸君の健康と幸福を祈る私たちの願いは、彼のストイックな努力に対する理解と尊敬から生まれています。彼がナンバーアンダーラインアイとして新たなステージに立ったことで、私たちは彼の成長を見守り、 彼の芸術的な表現をを楽ししむ機会を得ましたこれからも彼の創造力と情熱がどのように花開いていくのかを見届けることができるのはファンとしての大きな喜びです岸くんの健康管理がこれからも適切に行われることを願いながら私たちは彼の活動をサポートし続けます彼の音楽やパフォーマンスに対する真剣な取り組みはファンの心に深く響きます 彼の一挙手一投足が注目される中で彼自身が自分のペースで進んでいくことの重要性を再認識する必要があります SNS 上の誹謗中傷に対する対応も彼のメンタルヘルスを守るためには重要ですアンチコメントに心を痛めることなく自分のファンの温かい応援を感じてほしいと願っています事務所からの公式な声明が出されることで 彼のファンに対する誹謗中傷が少しでも減少することを期待しています。岸くんのストイックな性格と努力家としての一面は、ファンにとっても大きな励みとなります。彼がどれだけの努力を重ねてきたか、その過程でどれだけの苦労を乗り越えてきたかを知ることで、私たちは彼をさらに尊敬し、応援したくなるのです。彼の音楽やダンスに対する情熱は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなります。 岸くんの未来にはまだまだ多くの可能性が広がっています。彼がどのような道を歩んでいくのか、その旅路を見守り続けることが私たちの使命であり、喜びでもあります。彼の成功と幸せを祈りながら、私たちは彼の活動を応援し続けます。彼の夢が実現するその日まで、私たちはいつでも彼のそばにいます。この物語は、ガンくんの努力と情熱、 そして彼のファンの温かい支えに満ちています。彼がどれだけの試練を乗り越えてきたか、そしてどれだけの愛情を受けてきたかを知ることで、私たちは彼をさらに深く理解し、応援することができます。彼の笑顔が絶えないように、そして彼の夢が実現するように、これからも彼のことを見守り続けましょう。ガン君、あなたの未来はまだまだ輝いています。どうか、自分のペースで、 無理せずに進んでいってください。あなたのファンはいつでも、どこでも、あなたを応援しています。あなたの努力は決して無駄にはなりません。あなたの夢が実現するその日まで、私たちはあなたを支え続けます。ガン君の物語は、まだ終わりではありません。これからも彼の成長を見守り続け、彼の音楽やパフォーマンスに触れることで、 私たちは彼の魅力をさらに深く知ることができるでしょう。彼のストイックな努力と情熱は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなります。そして、彼が健康で幸せであることを祈りながら、私たちは彼の活動を応援し続けます。彼の未来にはまだまだ多くの可能性が広がっています。彼がどのような道を歩んでいくのか、その旅路を見守り続けることが私たちの使命であり、 喜びでもあります。彼の成功と幸せを祈りながら、私たちは彼の活動を応援し続けます。ガン君、あなたの未来はまだまだ輝いています。どうか、自分のペースで、無理せずに進んでいってください。あなたのファンはいつでも、どこでも、あなたを応援しています。あなたの努力は決して無駄にはなりません。あなたの夢が実現するその日まで、 私たちはあなたを支え続けます。